いらっしゃいましたね、ついに。いやー、いらっしゃいました。今日は同じくトラックドライバーの J さんとお会いします。どうもどうも、はじめまして。ごめんなさい、左手だ、ちょっと。もうこれ今ピックアップしてきたんですか。日本人ドライバーの J さんです。はじめまして。今どれくらいですか。2年ちょうど経つぐらいですね。ああ2年ちょうど経ってないですけど、はい、でも冬は2シーズンやったんで、だって一冬で10回やったとかって。10回やったんで、はい、じゃあちょっと今日はチェーンの付け方をレクチャーしていただきます。久しぶりなんで、ちょっとチェーンってやっぱりもう雪が降っている中でやるんですか。僕なんか安い手袋しかないんですけど、ちゃんとしたの買った方がいいですよね。僕もこの安いのでやってますから大丈夫ですけど。僕のと一緒ですね。一緒ですか、はい、なんかちょっと違うんですか。これがついてるのと、はい、ついてないのがあるんですよね。多分うちの会社変えたんですかね。あーね、一番大事なのは、はい、この初めの準備なんですよ。準備、はい、これさえしっかりやってればあとはもう早いです。まずこうやって、はい、タイヤの、ま、真ん中でこう並べるんですよね。タイヤの真ん中、真ん中を大体均一にして、はい、まず広げます。これ表裏ありますか。あります。おで、ね、ちなみに、判断方法は、はい、これが表に来ます。はい、タイヤがこっちなので、これ逆ですね。じゃあこの逆なんだ、はい、こうなります。あ、この上にタイヤに当たる側がこの突起が当たらないようにするってことですか。ああ、なるほど。で、まずこうやって広げます。はい、で、あと大事なのは、はい、まず向きでしょ。はい、あと向きは表裏ですよね。左右ありますか。ごめんなさい、表裏。はい、最後、これが、はい、タイヤに面したら、はい、こうなるんで、はい、これでわかります。ああ、なるほど。あと丸々ってことですね。そうですね。はい、あと気をつけないけど端っこ、はい、端っこがね、これ絡まるんですよ。ああ、本当だ。じゃあちゃんとこうラダー状になってないとダメですね。あとこうやってちゃんとこれがね、ねじれてたら、はい、やっぱ切れる原因になるんで。ああ、なるほど。でこっちも、はい、なんとかで広げて、はい、ちゃんとこうやってやります。はい、あと、こうやってやります。この向き、はあ、これタイトするやつなんですけど、はい、これが、はい、中向いてなきゃいけないです。中っていうのはこれタイヤに、このチェーンするタイヤに向かって、はい、タイヤの方向向いていかなきゃいけない。ああ、なるほど。これ向いてないですよね。はい、内側にしなきゃいけない。そういう向きになさるみたいな。そう。ああ、なるほど。1個だけねじれてるってことですか。そうか。あー、なるほど。なんかがね、ねじれてるとあうまくいかないんですよ。やっぱねじれてる、これだとどっかでねじれてる。あー、なるほど。あー、それでまっすぐになる。
チェーンの着脱場とかって明るいんですか？いや、夜だと真っ暗なんで、はい、ライトがないとダメ。ないとダメですね。じゃあそれは買わなきゃダメですね。明るいやつじゃないとね、はい、で、はい、実はこれ、はい、皆さん、間違ってる。間違ってる。久しぶりなんで、はい、なぜかっていうと、はい、チェーンをこうやってかけるんですよ、はい、だからこれだと、これを持ってあ、逆向かなきゃいけないから。じゃあこの返しっていうか、そのタイトするやつを、うん、まあ、あの自分が分かってればいいですよ。おお、なるほどね。あの別にこれでもいいし、はい、最初からもうこのままパッていきたかったら、はい、これをそっちの向きでセットアップした方が、なるほどなるほど。ごめん、だから最初からやっちゃった。嘘でしたね。いや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 、大事なことだから逆に良かったですよ。でもね、僕もとにかく、はい、いい加減な性格なんで、いやいやいや、バーってやっちゃうんですよ。あ、それで、かけるときに考えればいい。間違え、そうかそうか。それを間違わなかったですよ。だから、これをやると、このままの向きで被せれば、返しが手前側に来るよ、あの、このタイトがね。で、だから何が大事かというと、これがかけたときに、外向いてますっていうのを覚えておきます。覚えておけばいいですね。外向いてます。はい、じゃあかけます。はい、お願いします。いや、これはありがたいですね日本語で教われるのは本当にありがたい。でしょ。はい、そう、これが大事なんです。ここに並べる位置は、位置っていうか向きはどうでもいいです。自分さえ分かってれば。なるほど、かぶせた時にこうならなきゃいけない。そうそうそう、はい、こうやってます。はい、あとは一個だけやるんだったら、はい、あのここだけ合わせるんですけど、僕も全部一点にやっちゃうんで。ああ、なるほど、4本とか片方ですね。片方。片方3本やっときはもう全部やって、はい、あの動かします。動かす。はい。6本全部は。いや、片方ずつ。でも やるときあるかな、もう急いでるときは、全部つけて、動かして、あともうやるだけ。なるほど。でこれやったらトラックを動かすんですか？そう。ただこの位置が問題で、はい、これ動くってことはもうこれチェーンを踏むってことだから、踏んじゃったら動かせないですよね。そう。あ、ここでもちゃんと左右にちゃんと踏めるようにレイアウトしてから動かす。そうそうそう。で同じ位置で全部、はい、後ろも。ただ場所によってはカリフォルニアで I-80 とかは、はい、マキシマムチェーンだから6本やらなきゃいけない。はい、場所によってはあの4本でもいいし、はい、その状況によっては、まあ、このドライブだけやるときもあるし、こんなもんでいいじゃないですかね。カリフォルニアはどことどことどこつけるんですか？あのマキシマムのときはドライブ2本と後ろ1本。後ろの前ですか？後ろ、ね、それ人によってあるんですよね。ここ後ろ、一番後ろ、うん。J さんはスウィフトでトレーナーさんもやってるんで、もう教え方が本当に上手。ここまで来たら、はい、関連けど、はい、高側をつけて、はい、内側をつなぐ。
これは外と中同じものがついてるんですか？あ、違います。違う、今までやってたのは同じやつだったんですよ。はい、これはここで引っ掛けて、はい、ここで固定するんですよ、ね、ああ、なるほど。でももちろんこれだけじゃダメで、はい、ゆるゆるですよね。はい、一旦ちょっと回します。はい、はい、まず一旦一周させてつないで、それから回すそうです。そこでもっときついところに、裏側のジョイントっていうのはどうなってるんですか？そのまま？裏側は、はい、こっちとこっち同じ位置に した方がいいって言ってる、はい、言うんですけど、はい、これで同じ位置なんで、はい、こっちだけ短くてこっちだけ長いと良くないんで、今のところこれで合ってますね、はい、ただこのチェーン、このタイヤにはちょっとちっちゃいかもね。あ、ちっちゃい、ね、トレーラー用だと。あ、なるほど。ちょっとこの辺のサイズは、はいはいはい、まあ、とりあえずこのぐらいでいいですよ。はい、ちょっと調節します。はいはい、これ僕のチェーンを J さんのトラックに付けさせて練習させてもらってるんで、サイズがもしかしたらちょっと合ってないかもという話でした。はい、はい、これがついてるんで、はい、これで締めてみる。おお、それでもう閉まるんですか？閉まります。面白いですね。これでなんかプルンって元に戻ったりはしないんですね。締め方が緩いと、はい、ちゃんと端まできちっといってれば大丈夫なんですよ。あと締めた時の、はい、このちょっと遊び、はい、これがきつすぎても良くないし、はい、遊びがありすぎても、ああ、なるほど。これぐらいだったらいいんじゃないですかね。
きつい時はどうしたらいいですか。ちょっと緩め、優先の調節するしかないですね。緩める時はこれを緩めるってことですか。はい、穴をずらす、穴を一個ずらすってことですね。これでいいと思います。ちょっとまたちょっとずらして、はい、おお、噛みついてる、噛みついてる。すごいいい感じに見えますけど、これきつかったり緩かったりっていうのはあるんですか。いや、もうこの遊びを見て、はい、まあ、指2本とか、うん、はい、このぐらい入るし、あ、少しです、うん、ちょうどいい感じです。あ、さすが。それで、はい、最後にパンチ、はい、じゃあチェーンの本数かける3本いるってことですよね、はい、でもね、人に言ったら4本っていう、4本あった方がいいってしまう。僕はいつも3本で、はい、あそこはもう場所を選ばずというか、はい、はいはいはい、こんな感じですかね。 ありがとうございます。これが完成形。さすがメンターさん。いやでもね、あの人によってはいやこうだよっていう人いるかもしれない。はいはいはい、まあその辺は、あ、会社からすごいメッセージ来て、明日から9月1日コロラドでもう始まるからって言われて、何にも分かんないから、あっち行かなければ行かなければやらない人もいっぱいいるんで。ああそうか、僕はあえて1年目にチャレンジしましたけど、はい、あえてそういうとこ行って、あ、悲惨な目にあって、悲惨な目に。でもその代わり春からは天国。ああ、悲惨な目っていうのは大変だった。これが大変ってことですか。あのね、最初は一番最初のチェーンは、はい、緩みすぎてそれが中で絡まっちゃった。ああ。で、すごいあのトラフィックの多いハイウェイで横付けして、はい、でこうトラック通るじゃないですか。はい、で、あの吹雪じゃないけど、その泥をこう受けながら、はい、中に手入れて、はい、ああ大変だ。手がガチガチ。はい、でやっと外して、はい、1時間ぐらいかかったかな。いやもうそんな嫌な思いした。ああそうか。だからこれだけこのチェーンをちゃんとつけるかが大事なんです、うん、あとこれもね、ごめんなさい、これ中向けない、外。ああそうかそうか、タイヤが傷まないように。そうですね。でも悩ましいですね、今度こっち外向けるとこっち内向いちゃうんですもんね。ああそうですね。なるほど。それは気を使ったり、これがいいです。ああそれがいいですよね。これ多分伸びきっちゃった、ね、ああなるほど、 S 字が伸びちゃった。そう前回使ったのかな。あ、よく雪道にチェーンが落ちてるじゃないですか。はいはいはい、はい、だから下手な人とかが途中で外れて、外れてそのままそれ踏んじゃったらまた大変だし。ああ、本当ですね。これだと大丈夫です。これで40マイルぐらいで、40マイルぐらい出せるんですか。出せます、ね。でもやっぱ常にこの音っていうのは気をつけなきゃいけなくて、僕ちょっとウィンドウ開けてチェーンの音のリズムっていうか、はいはいはい、ガチャガチャとか、あれが大きくなる と、どっか外れてる、危ないなって見るけど、ある程度 その音がいいと、うん、そんな走る。なるほど。こんな感じですかね。はい、ありがとうございました。はい、今日のスペシャルゲストは
ジェイさんです。はじめまして。はじめまして。やっと出会って、出会って3秒でチェーンを任せるという、とんでもないことしましたけど、ありがとうございました、本当に。まあ、ジェイさんとはちょっと共通点がありまして、まあ、同じトラックドライバーということと、まあ、一つのホールディングスの中の、そうそうそう、ね、兄弟会社ね。兄弟会社。うん、それと、あとはまあ元飲食ですよね。そうそう、まあ、僕も元飲食で、あとご家族がいらっしゃって、ご家族残してトラックで旅に出られてるというのが同じなんで、ちょっと勝手に親近感。いやいや、でもそれは同じです。あの長崎さんの前の動画見ると、はい、家族に会える前のこの涙声あ、すごいわかる。あの時本当フロリダに帰る路線取ったのに、もう次が決まってて、タイムタイムリクエストしてたのに取れないんだと思って、そうそうそう、近くにいるみたいだな、急に楽しくなっちゃって。だから僕もあのね、やっぱ子供とかね、うん、見るとなんかほら、子供のこの成長する大事な時間をすっぽりこう空いてるね、うん、だからあの一緒にいたいなと思うんですよね、うん、しょうがないですよね、この仕事やってる以上に、ね、本当だから早く卒業して、まあ、家の近くで働きたいなって本当ですよね。まあ、僕もね、そのもっと軌道に乗って余裕が出たら、ローカルの路線とかに、ね、変えて頻繁に帰れた方がいいかなとは思ってるんですけど、まあ、今はちょっとね、OTR で経験積んでっていう。そう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 。でも1年カンパニーやられて、今リースオペレーターに、うん、どうですか、すごい変わりました。いや、仕事内容は変わってないです、うん、でもちろんあと給料も、うん、正直言うと変わってないですね。アベレージで見る、うん、いい時もあれば悪い時もある。そうそうそう、まあ、多分、まあ、ちょっと今回 YouTube 見てる人が興味あるのじゃどれぐらい稼げるのかと思うんですけど、うん、あのまあ、アベレージは変わってませんよ。いうの前提で言うと、うん、もちろん稼げない時は支払いがあるのでマイナスになります。赤字って感じですか。でも稼げた、一番稼げたので週で、うん、6500ドル週に6500。そうそう、え、それはそこから支払いが来るんですか。うん、あの全部引いた後に、はい、そこから支払いが来るのは、うん、所得税だけです。経費、ガソリン、ディーゼル代、保険代、うんうん、全て引いた後に残ったのが6500ドル。いわゆる手取りが6500ドル、銀行に入るってことですね。そうそうそう、そういう週もあるけど、だから正確に言うとその週はあのウォールマートアカウントやってる。ウォールマートのアカウント専属になって、うん、やればそれが毎週入る可能性があると。それってあのいわゆるデリケートってやつですか。そうです、デリケートだ。今僕らは OTR やってるんで、うん、OTR は多分そこまで稼げないと思います。なぜかというと僕らマイル計算で、そうですよね、会社によっては1個のロードでいくらっていうのがあるので、はい、それは OTR でも稼げる可能性があると思うんですけど、はい、僕らマイルでやってる以上はもう限度があるので、うん、もう決まっちゃいますね。そうですね。え、それはオーナーじゃないや、リースオペレーターになってもマイルって単価なんですか。ま、計算マイルですね。あ、よくほらオーナーオペレーターになると何でしたっけ、ロードによってね、ロードリストみたいな、ああ、何て言いましたっけ、名前ありましたよね、うん、僕もちょっと使ってないんで分かんない。ロードボード、ロードボード、ロードボード。で好きに選べるけど、僕はあくまでもカンパニーの中のリースなんで、うんうん、あのもう会社の言う通りした。じゃあもうディスパッチのやり方とかもカンパニードライバーみたいなやつだけど、じゃあトラックとトレーラーを、まあじゃあトレーラーは毎回違うんで、トラックをじゃあリースで言ったら、だから会社からレンタカーして稼いでるようなことですよね。そうそうそう、うん、でもそれって2年とか3年とかやったらそのトラックはバイアウトなんですか。うん、あの約4年で、そうするとそこの時点で、まあ、トラックの支払いがなくなります。なくなるんです。でもやってるロードは変わりない、会社からの。なくなるってことは、じゃあその時点で自分のものになるってこと。
今そういうのを含んでるんで、もう一度今、月は週に615ドル今払ってるから、だから毎月、うん、それが浮くんですよ。そうですよね。月にして2000円やる。でもあのトラック4年ローンで手に入るのは、まあ、うん、うん、まあ別に長くやる分にはいいと思うんですけど、ね、でも卒業されたいんだよね。いや、僕はあの目標は、はい、3年後にリタイアする。でもまだ若いですよね。分かんないです。分かんないですか。53、今年4です。あ、そうなんだ。同じぐらいだと思って結構ズケズケしちゃった。すいません、今まで電話で若く見られる。そうなんだ。僕今47で、うん、今年ごめんなさい、今年7になってました。まだまだバリバリいけます。まあ、でもね、トラックドライバー見てるとおじいちゃん多いから、あの、うん、結構長くできる仕事なんだなと思います。日本でだって70になったらそろそろ免許返納とか言われるけど、ね、こっちも杖ついてるってことですよね。そう、うん、あのね、いろんな方がディサビリティの人もやってるし、あのクールでや、ね、のんびりやってる人もいらっしゃいますよね。まあまあ長くできる仕事ではないですかね。あ、ただやっぱね、子供が大きくなっての人たちだと思うんで、うんうん、そうですよね。今早めにリタイアして、ご家族さんとかもやってて、そうですね。そもそもトラックに乗ろうと思ったのはどうしてなんですか。まあその人間関係に疲れたとか、やっぱりこうね、そ、まあ、それなりの従業員がいて、お店のオーナーだったんですね。そうですよね、うん、ちょっと一人になりたいなと、うん、あと一人でちょっとやりたい、集中したいことがあるんで、うん、あの、うん、そのトラック運転してない時間は自分の勉強に、うん、勉強してるっていうのがすごいいいですよね、そういった意味で。そうですよね、うん、あの一人だし、なんか、ね、部下がいたり上司がいたりしないし、そう10時間は休憩取れるし、いや仕事自体すごい簡単なんですよ。荷物を決められた時間に持っていけばいいだけ、安全に。日本人にとってはめちゃ得意な仕事ですよね。本当に時間通りに運べばいい、それだけなんですか。この間何してもいいっていう、それはありますよね。結構時間に皆さん通るから、時間通りにずっとやってるとすごい重宝が出ますね。周り見てると、本当に自分の時間、空いた時間みんな何やってるかっていうと、コンポチョンボーっとしてる人もいれば、若い人はゲームね、常にゲームいっぱいしてて、ね、逆にその時間を何かに使えばすごい有効な時間なのになって思う。多分長崎の場合は編集で終わっちゃったんですよ。そう、編集僕でも編集そんな時間かかってない。ああ、そうです。だから毎日出せる。あれクオリティ上げちゃうと毎日出せなくなっちゃうので、もうただ撮ったやつをザザザと切ってフォーク出してくれる。まあ、でもマーケティングのね、YouTuber の人たちってやっぱり動画の再生回数とか、うん、あの利益を得るためにやると、毎日出す、うん、それがやっぱ基本っていうんで、普通の回数は必要ですね。そうね、特にチャンネルの立ち上げた初期は、ね、そうですね、必要ですね。だから、いや、ちゃんとやってるんだなで、今のこの僕が撮ってるリアクションって今しかできないですよね。道路が狭いとか、多分慣れてきたら狭く感じないし、わわわわ、なるほどね、そう、なんかわちゃわちゃ言ってるのは今しか撮れないかなと思ってやってるのもあるんですよね。いやでもいいんじゃないですか、常にやってて、そういうキャラでねでもこれから冬だからね、また違うドラマがいっぱい出てくるかもしれないし、僕も YouTube 撮ってればいろんな面白いネタがいっぱいありましたからね、多分出てくるはず。例えばその上位に上がるお話何かあるか。あ、一番は簡単に言うと、はい、雪でスタックして止めて、はい、そこでたまたま横に行った親切なお兄ちゃんが、うん、ゲイの人で、うん、もう体触られて、あの、うん、もうあのちょっと嫌な思いをした。え、助けに来たふりをしてってことですか。もうね、彼はね、もうね、僕がこう乗ってるでしょ、横ドア開けて、太ってんすよ。
ここにこう来て、あの、のけぞ、のけぞり、ここのけぞり、こう、前に来て、もう、当たってるんですよ。でこのボタンは何でかね、このボタンはあって。え、ドアを開けてるの？うん、トラックが。僕もこう迎え入れちゃったから悪いんですけどね。いやちょっと怖かったですね。怖い怖い。そんなしかも雪で動けないんだと。だ僕も初めてやったでしょ。あの多分ね数週間だったんですよ。初めて運転してて。でそのちょっといろいろ分かんなかったし、インターナショナルのこのボタンも、あのドライブ全部動かすボタンとかあるじゃないですか。ブロックみたいな。雪道で。なかなか坂が上がらなくて彼が教えてくれて、でそれのお礼を言いに行ったら、ちょうどお前のこと考えてたって言われて、やっぱこの人そっち系なんですよね。で同じ方向に向かってたんで、じゃあまた向こうで会おうって言われたけど、僕はちょっと違う変わったんで、怖い怖い目つけられるんじゃないですか。それがちょっと一番のなんか、あでも僕も最初の頃そういうの迎え入れちゃいけないってなんとなく分かってたけど、ブラインドのバックをやってた時にバーって隣のトラックから降りてきた黒人のお兄ちゃんがガーって助手席に乗ってきた。で助手席から顔出して右左とか言っていやもう俺今だったら絶対に言えないけど、その人がガチャってドアが開いて、何のことかと思ったら、それは誘導するためにブラインドサイドチェックしながらやってみたいな。でも乗っても見えないでしょ、そんな。見えないと思う。だって壁だからね。ねえ、だから離れて見るの。そうそう。それがなんかしがみついて、最終的にはドア閉めて、ドアの外側でこうやってしがみついて、そうやって。ああ、そういうふうにね。ああ、なるほど。まあ、あとは、ハイウェイを、両サイド塞いじゃったっていう。氷で凍ってて凍ってて、うん、あの両サイドで対向車と一車線一車線で、うん、トラックが氷であのスタックしてたんですよ、うん、それ気づかなくて、うん、坂登ってるところだったんで、うん、だんだん上がれば上がると凍ってたんですよ、うん、それ知らあの下から来てるでしょ、うん、あまだ凍ってないっていうか、まあ、大丈夫だと思ったら、うん、いつの間にか高いところに来てて、うん、トラックがスタックしてて、それを避けようと思って入った瞬間に動かなくなっちゃった。両方ブロックしたんで、慌てて降りて追い抜いたから自分が対向車線に行っちゃってる、入っちゃったの、まあ、そう。まあ、ただね、良かったのは夜中の1時2時だったんで交通量が少なかった。でもやっぱり慌てて外出て対向何台か来るのを止めて、でチェーンなしでこう、まっすぐなんとかと思ったけど、重たいトラックがこう、まっすぐしようとすればするほど、スライドしていくんですよ。これやばいと思って、慌ててもチェーン出して、ドライブ4つにバーッとチェーンつけて、なんとか。いやそんな焦った状況でよく。いや、もうやるしかないです。で、周りもやっぱ助けてくれないし、うん、やっぱ乗用車の人が助けてくれるもちろんさ、トラッカーの人が後から後ろで2台ぐらい僕が塞いでるんで見に来てくれて、うん、その時はもうほぼ終わりがけだったんで、あの大丈夫だった。チェーンしたから脱出できた。で本来はもうその状況だったら走るべきじゃなかった、うん、夜中だしで真っ暗だし、その高いところだし、あの経験があったらあのちょっと躊躇してたかもしれない。躊躇してる。ただね、対向車線がこうハイビームしていくんですよね、うん、なんだろうと思って、ああスタックしてるからだと思ったんですけど、うん、彼らが言いたかったのは凍ってるぞと。ああ、それを知らせてたの、逆に取っちゃった、うん、凍ってるぞっていうのを多分知らせたかったんだと思う。まあそれも初年 最初の年だったし、うん、だから最近は冬の間は、うん、標高の高さを気にしてます、うん、あこれ以上いったらちょっとあと外気気温ね、うん、あこれ以下だったらちょっとまずいな、うん、何度から気にしますか。やっぱ26以下とか26以下、うん、燃料も凍りますよね。ああ その
ジェル化現象になりますよね、うん、ただそこまではまだなってないですね、うん、その経験はないですね、あれ雪で下るときとか普通通り運転しますか、なんかギア変えます、あのローギアでゆっくり降りてます、ローというのはこのスイッチのところにある L を使ってます、まあ、エンジンブレーキを2つぐらい落としてでゆっくり、うん、いやそっちの L はしてないですね、あエンジンブレーキのあれだけ、あの雪道の YouTuber がいるじゃないですか、知らないですか、雪道をコロラドに住んでる人で、うん、雪の中っていうか山の中住んでる人がいます、うん、トラックドライバーが、うんうん、あの YouTube でこうやって走るんだってこう喋りながら走ってるんですよ、多分このカメラの中ではすごいスローに走ってるのが速く見えるんで、でもね彼はね上手ですよ、やっぱね彼はもう何やってるか分かってる、自分のトラックがどのぐらいの重さ でトラクションつってほらその、はい、ある程度の重さとそのトラクションがあれば彼の中で大丈夫なんですよ、あのこのぐらいだったらこの重さだったら大丈夫って思うんですよ、それ見るとあじゃあこれぐらいの重さがあればこのぐらいいけるんだなって大体あのアイデアがあるんで、それでいくとやってますね、それ見ながら、多分、ね、臆病な人はまずね臆病だから、まあ、まあ、そういう人はダメだ、走んない方がいいんですよやっぱり、それが一番まあ、うん、でも行かざるを得なくなったらそういう知識を持ってればここまで浜山さんなら行けるようがあるんですね、やっぱね、お金っていうかそのね別に走んなくても、まあ、その週ちょっとね少なくても全然生活問題ないっていう人もいっぱいいるんで、うん、その人たちは多分そうだよ、いや問題ありますよ大丈夫、 YouTube で稼げますからいやいやいやだからそういう人たちは多分無意識でも走るんだけど、だからチェーンなんかつけたことないよっていう人もいっぱいいますから、うん、あそうなんですね、いやなんかあのローギアに入れろってよくロールサインが入ってるけど、あれで使ったらとんでもないことになるなと思って、いや、使ったこともスピードが出ててローに落とすとやっぱ急にそうなりますよ、うん、だからもう坂の前から落としてゆっくり降りていけばいいんじゃないですか、あのその坂の雪道はもちろん氷だと思うんですけど、ゲアチェンジとか途中じゃできないですね、うん、だからあれでも普通のチェーン巻いて40マイルとか出すときは普通にレンジはドライブに入っててエンジンブレーキ使ってる、フラットの時は、ね、下りの時はローギアにシッとしてから、もちろん40も出さないと怖いですよ、ただ分かんないです、あの雪道知ってる人からしたらこういうやり方があるかもしれないですけど、僕はあの宮崎育ちなんで宮崎さんの雪なんか知らないんで、うん、勝手にこう知らぬが仏じゃないと、うん、勝手にやってるだけで、僕も横浜っていうか神奈川出身で、うん、雪ほとんど運転したことがあって、ねね、スノボで一回アルファードで行ったらコーナーで削っちゃったんですよ、ずっとそのなんかスローで触れるんですよね、うーんそのまま崖に落ちそうなったところで止まったけど、そこからどうしていいか分からなくて、八王子みたいなとか、もう20年ぐらい前ですからって、うん、雪は怖くて、うん、でもドライバーだから、行かざるを得ないシチュエーションってあるなと思って、ね、ちょっと誰かに話しかけたいと思ったけど、今日たまたまね、ご連絡いただいて。なんか誰かに助かる、守ってもらってるなっていう気がしますね。まあ今まで、わもう本当これやばい、これ雪ストームが来てこれ以上進めないんじゃないかなと思ったこともあったし、あでもやっちゃったなと思ったけど、でもこのレーダーはあった方がいいですよ、レーダー雲の流れ、あ、うん、その時も天気予報、そう雪降ってるけどここまで走れば雲がだいぶなくなってるなっていうのがあったから、多分走ったその時は
やっぱその最近はね、ちゃんとレーダーはしっかりしてるから、やっぱりこの基地に来たら雪も。そうですよね。うん、だから、レーダーのその、厚みと、うん、あと、標高が注意されるアップリは、もうよく言うわ。あ、そうか、言うときますね、本当に。アメリカで天気予報は当たりますもんね。うん。日本と比べると、そう、地形が単純だから。そういうの大事ですね。ただ西来なければ分かんないけど、こっち側だとどうなんですかね。逆に僕知らない。西の走り方は分かるけど、東はね、でもそんな山がこんなになってるわけじゃないから、まあ、ただ今日来たそのテネシーの山奥はこのアップダウンでしたけどね。あ、これ冬はちょっと怖いだろうな。こんな一車線一車線のローカルの道だし、そういうローカルのね、道路を行ったのは、インターステートだったらまだ他のトラックがいっぱいいるでしょ。まあまあね、なんとか無事に2年、2冬越せたんで、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。いや、大丈夫かしら。じゃあ今日は J さんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。いえいえ、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあ今日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、お会いしましょう。はい、お会いしましょう。